ベタベタしてるじゃない。嫌じゃない。ベタベタしてる？してないでしょ。してない。めっちゃしてるじゃん。みんな気になるってやんないから、そういう風にそれが普通になってくる。いい加減にしろよ。こんにちは、マコです。そしてパパスです。ドッキリです。普段怒んないんですけどね、パコはね。いや全然怒んないんですけど、これドッキリでしょうもないことで消えてますので、ね、いつも優しいもんね。レッツゴー。せーの、こんにちは、ラコです。ラコです。ラコです。はい、今回はですね、せーの、パパオ。ごめん、パパの足で教えて。ほんとだよ。せーパパスです。ポーズでさ、やめて。パパスですでしょ。ねえ、ダメ、それはダメ。ということで、パパスオですね。そうだ。はい、はい、はい。もう女の人だったらすごいよね。はい、いいよ、次行こう。はい、ちょっとバマ、そこの現代のポイントが、そこの袋とか何でしょう、ゴミ？これ服、うん、洋服。はい、いいよ。あっちは？ギターのゴミ。いいよ、次。気になった、ごめんね。いいか？綺麗好きだから。今じゃないよ。めっちゃ今もなんかすげえベタベタしてたからさ。拭いたの、テーブル。さっきやった。拭いてない。え、じゃあ次やろ、次やろ、次やろ。はい、じゃあ4問目いきますよ。はい、4問目。はい、お父さんの好きな色は何ですか？待って、分からん。ちょっと拭いてそう。だから、忙しなくていいじゃん。汚いんだもんだって、ベタベタすんの。ねえ、これそしたら文字取れちゃうよ。ベタベタして嫌だな。嫌じゃない。ベタベタしてる？してない？してない。めっちゃしてるじゃん。感覚がおかしいな。パパ、A 型じゃないの？ B 型です。 B 型の男の人が変なとこに。変なとこ、変なとこじゃないし。普通だから、これ。いくよ、いっせーので。変だって言うけどさ、パパいつもさ、充電器のさ、コードとかもさ、ちゃんとやれてたってさ、全然やんないじゃん、みんな。なんかってぐちゃぐちゃなの。だってさ、5人分の携帯があるんだよ。いやいや、使い方でしょ、それはね。だっていちいちしまって出せないよね。違う、しまうんじゃなくて、こう普通に伸ばしてこうやって刺せばいいのさ。なんかこんなぐっちゃぐちゃになってる時にさ、よくない？あとでしょ。いやいや、そういうなんか B 型がどうのこうのとか言うからさ。はいはい、一回答え挟んだじゃん。その後なんでもう一回話し出した？腹当たったから。意味がわかりやすい。意味わかんない。はい、次。ごめんね、B 型だ。はい、プンプン。それは気持ち悪い。言い方が気持ち悪い。いいよいいよいいよ、次。床もなんかベタベタしてるしさ。あとでいいじゃん。今撮影中。はい、次。洗濯物もさ。次。今日撮影だって分かってた。次。次どうぞ。そこら辺。次。テーブルの位置。次。はい、いいよ。大丈夫ですか？うん。掃除機だってかけてる。いいよ。次。撮影って分かってんのにさ、まだやってねえじゃん。やってるよ。掃除機かけてないでしょ。やったよ。朝はパパが寝てたからかけられなかったのに、掃除せずに。怒るぐらい言わないとやんないから怒っちゃうよね、こっちも。次、掃除もしてるし。でもこの前5人で生活してんだよ。5人がそういう思い持ってくんないとさ、無理じゃない？その感覚、一人一人が違うじゃん。4対1でさ、パパがそのキラキラがさ理想なわけで、ロコたちが別にめっちゃキラキラが理想っていうわけでもないわけ。物が多すぎるって言ったって5人いるんだからしょうがないじゃん。次で買わなきゃいいじゃん。次買わなきゃいけないもの買ってんじゃん。次そしたら、なんか買ってもいいけど、だから整理しろって言ってんじゃん。ねえねえ、カメラの容量もったいないよ。ねえ、行こう。うん、早く行こう。あ、行こうじゃない。次行こう。はい、よ。ナイピーごめんね。はい、いいよ、ナイピー。いいよ、ナイピー。次いいよ。はい、じゃ次が、1万円分から。まあまあ、空気が読めないじゃないじゃん。もういい、撮影してんだよ。うん、思ってるよ。撮影する前にさ、掃除とかさ、すりゃいいじゃん、ちゃんと用意とか。やってんじゃん、だから俺だって。も私もやってるよ。うん、やってる、やってると思うよ、子供たちも頑張ってる。うん、はい、いいよ、いいよ、次いいよ。みんながみんな次。
認めてもらえないから。いや認めてもらえないとかじゃない。認めてくれてないから怒るんでしょ。なんでできてないんだってなるんじゃん。なんでできてないんだっていうかさ、生きてく上で生きてく上で生活できるぐらいちゃんと掃除はしてるよ。それを何もない状態になんか無理だよ。何もない状態にしろとは言ってない。理想の状態にはできない。いやでも理想とかじゃない、うん、普通の人から見ても多分普通の人から見ってなると思うよ。汚いでしょ。だってロの友達来た時何も言ってなかったじゃん。それはみんな気使ってんだよ。気使っててもさ、汚かったりだって友達に散ってうわ汚ねってやついないでしょ。いるでしょ。これ以上求められても無理だよ。片付けとかそうじゃん。そこに置きっぱなしでも細かすぎるよね。大体細かすぎるんじゃないじゃん。細かいよね。細かいよね。思わない。細かいんじゃないよ。やってないから言うわけだ。なんでさ、撮影中って言いながらやりだすの。やってないかったらさ、怒るの分かってんだからさ、やっといてやってんだってば。だから怒るってことはやってないってことじゃん。だからあなたの理想の通りにはできないっつってやるべきことはやってる。足りないんじゃないか。足りないんじゃないか。じゃあ足りない、足りないんだから無理だね。何が。あなたの理想にはならないって。理想じゃない、普通だって。普通それあなたの普通でしょ。私は普通ではないの。世の中の世間一般的に普通だよ。それよくわかんない。やろやろ。いいよ。ナイピー次とできないんだったら。うわーおしまい。そういうことができないんだったらもうさ、YouTube もさ、やんなきゃいいじゃん。なんでそうなることが意味がわからない。こんなみんな頑張ってるのにさ。だってそれでさ、生活に支障が出るんだったらさ、やんない方がいい。おしまい。出てないでしょ。おしまい。出てんじゃん。あなたが気にしてるだけだ。いやいや、みんな気になるって。気になってないよね。やんないからそういう風に、それが普通になってきちゃってるわけでしょ。普通じゃないじゃんって。掃除してんだって。掃除だけじゃないけどさ。何？いろいろあるよ。何？そのいろいろあるのか、こっちだっていろいろあるよ。もういや、勝手にやってください。
一回おしまいにしよう。そうします。うん。あ、お母さんとお父さんどこ行ってんの？パパどっか行った。どこ行ってたの？こんなんでお前取れるわけねえだろお前。なんで立ってんの？っていうかお前のさ、その口抜き方なくない？なんで俺にそんなさ、言い方すんの？なんかおかしかった？おかしいだろ。誰に口聞いてんだろ。家だったらもう出てけよ。なんで足が出てないといけないの？だってできねえんだろ。なんで？こういうやり方の人とはできないんでしょ。だってお前が出てくしかないじゃん。手伝ってよ。手伝ってるよ。じゃあそれでいいじゃん。だそれでも怒るのが嫌だって言うんだからさ、しょうがないじゃん。じゃあお前が出てくしかないじゃん。じゃあ怒んなきゃいいじゃん。え、怒るようなことするからいけないんじゃん。俺だって怒りたくて怒ってんじゃないよ。怒るようなことすっから怒るんだろ。怒るようなことじゃないの？掃除してないことで怒ってるの？いろんなことだよ。できないんだったらもう、ね、出ていくしかないし。子供たち連れて。いや、子供たちは連れてこないでよ。あなたたち出ていけば。意味わかんないし。いいんじゃないですか。いい加減にしろよ！一人だけ泣いてない人がいる。あの人泣いてる。仲いいよ。パパとママ仲いいよ。大丈夫だよ。はい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 。ありがとうございました。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。それまでお会いしましょう。バイバイ。